ポストベー時代、南半球とアジア、中東、ロシア、日本で、拡大ブリックスを形成し、偽ユダヤというか白人至上主義者を、欧州に封じ込めればいい。投稿者ポストベー時代日時2012年9月04日21時間48分46秒。結局は、自力で生きている国同士は協力し合えるが、紐のような国とは共生できないのであり、全社で経済共同体を形成し、紐グループは欧州に隔離して、治療するしかない。隔離グループは、ドイツやフランスのようなまともな国が監視をして、白人同士で褒め上げ大会を開催し、偽ユダヤを外に出さぬことだ。強制グループは、勤勉で穏健なものか陽気なものばかりだから、爆発的な経済発展が見込めるから、その中からみかじめ料ではなく、治療費というか気違いお守り手当を、ドイツとフランスに渡し、自由に使ってもらえばいい。偽ユダヤがフラフラ出てくると不安だろうから、アフリカ、中東、ロシアに、万里のバカの壁を建設し、日中通を大株主とした、ユーラシア土木というスーパーゼネコンを起動し、プレハブのタコ部屋を用意して、世界中の若者を10億人ぐらい雇用してあげれば、失業率ゼロが達成できるし、バカの壁エクスプレスも、合わせて建設すれば、自宅通勤も可能になるし、バカの壁沿い自体が若者の街になり、向こう側はバカだらけだが、こちら側は流行の最先端を行く、世界の中心地になってしまうだろう。とにもかくにも偽ユダヤであり、偽キムチが世界の日本のお邪魔中なのであり、松沢病院青空分室に、隔離が必要だ。素晴らしいアイデアだが、そんなの無理だと誰もが思うが、偽ユダヤの詐欺商法の一つ、ナポレオンヒルプログラムではないが、思考は現実化するの部分は本当なのだ。偽ユダヤと偽キムチに、人類は、自分はダメだ無能だ、だから偽ユダヤの奴隷になるしかないし、それがお気楽だ、と洗脳されてきた2000年だったが、なせばなるなさねばならぬ何事も、なさぬは人のなさぬなりけりは本当なのだ。それに発狂した偽キムチと偽ユダヤは、とうとう我々の布団まで奪いにかかってきたのであり、やるっきゃないのだ。日本人が人類が本気で立ち上がった時に、第二腰が軽々と上がるように、諦めていたことが簡単に実現してしまうのだ。やってみなわれということだ。ポスト米英時代、日朝は、偽ユダヤが妨害するだろうが、反感感情で意気投合し、中路を売借人にして、面に交代号をカスナイにして、合併するのではないか。投稿者ポスト米英時代日時2012年9月05日21時間53分20秒、ネットの雰囲気を見ると、拉致詐欺が米国というか偽ユダヤによる指示であったり、テポドン詐欺もブッシュあたりの指示だったこともわかっているからか、横田めぐみが交代号的遇し方をされてきたことを、拉致の経緯は脇に置き、歓迎しているような印象を受ける。秋広くんが天皇を侮辱しなければ、そのような反応は起きなかったと思うが、反感感情の裏返しで、そのような反応となったと思われる。それと偽キムチメディアが、偽キムチ小泉と共に拉致詐欺やめぐみ詐欺を大騒ぎした反動で、ひどい仕打ちを受けているのではないかとか、処刑されたのではないかと、騒ぎすぎたこととのギャップがあったのだろう。秋広くんは、天皇を土下座させて、犬の糞に足で頭をこすりつけてやるみたいな発言をしたようだが、北朝だか南朝だかの血を引くらしい横田めぐみを、方法はともかく、プリンセスとして迎えたというのが、あまりにも日本に対する姿勢が違いすぎたのが意外性があったのだろう。北朝鮮も韓国も日本人は一緒こたに考えてきたと思うが、中露と接しているのは北朝鮮で、韓国は囲碁のような立地に過ぎない。これから、米国という紐を上手に追い出して、中露とユーラシア改造計画を実行することを、世界から期待されている日本としては、中身は知らないが、立地的には北朝鮮の方が、より重要と言わざるを得ない。なんでも、北朝鮮は立地上、当然といえば当然だが、米国と距離を置き、中露と大接近していると聞く。その国の交代号が、皇室の血を引く日本人だとなれば、親近感を急速に感じるのも当然かもしれない。めぐみ交代号説は、尖閣詐欺や竹島詐欺の話題を吹き飛ばす、千年に一度の特ダネである。311話、残念ながら偽キムチと偽ユダヤの共謀の線が濃いが、それはそれとして、福島や関東の被爆被害は日に日に悪くなるようだが、もし日朝が合併したら、北朝鮮は移住先に最適であり、偽ユダヤに経済をボロボロにされた北朝鮮も、天才もバカもいない、誰でも並の仕事はできる日本人の大移住は、全産業的に大歓迎だろう。私個人も、偽キムチだらけの大阪都への首都移転など、まっぴらごめんだが、大陸との二都構想なら大歓迎だ。韓国も、とりあえず敵対するが、北朝鮮が日本化すれば、いずれそれに習うことになるのは必定で、38度線をどうやってなくしたらよいかとよく考えたものだが、まさか日朝が国交回復をして、無力化させていく方法があるとは、コロンブスの卵というか、コペルニクスの仰天である。できちゃったコンではないが、日朝関係は、政府関係者が拍子抜けするぐらいに、米国が地団駄を踏むぐらいに、日本国民は歓迎することになるだろう。細野だか牧子だか知らないが、ポスト野田は一見貧乏くじに見えるが、消費増税話が吹き飛ぶような刑事で、宝くじの一等を引き当てることになるのではないか。そしてそれは日朝関係の改善以上に、これからお友達以上の関係になるべき中路の、お隣に引っ越すようなことであることの方が大きく、日本にとって、盆と正月が一緒に来るような事態となるのではないか。何やら田園調布デビューをするような、ワクワク感を感じるのは私だけだろうか。ポスト米英時代、911は米国の自作自演と、全世界が考えるようになったが、それ以降のあれもこれもそれも尖閣詐欺も、全部連中の仕業だろう。投稿者ポスト米英時代日時2012年9月12日21時間48分3秒。
テレビが需要の先縫いを差し引いても売れないそうである。それも当然で、未だに911はアルカイダのビンさんの仕業という立場を取っている。お笑いも歌番組もドラマも偽キムチだらけで、大志だかの言う通り、見たくないから見なくなった。力道山やウルトラマンの時代ならいざ知らず、今は娯楽な世に溢れ、嘘の報道や偽キムチの未熟な芸など、帝国に自宅に帰ってみなければならないほど暇な人間はいない。タバコやジュースが不必要なくらいの種類が発売されて、しのぎを削っているのと対照的に、偽キムチ系の6曲から1つを選べと言われても、全部いらないのである。それを偽ユダヤの祭典であることがバレバレで、昔ほど感動的でなく、偽キムチの八百長があからさまな五輪特需を見込むなど、バカも休み休みにしてもらいたい。上位の大学で、311以前と以後に、内部告発をするかという調査をしたところ、以前はほとんどしない1割、以後は正反対で、ほとんどがすると回答したそうだ。大げさな表現をする人もいるが、ショックドクトリンという偽ユダヤ用語を使うのは尺に触るな。日本人は鬼畜米英と言っていた先祖の時代のような感覚に戻り、さらにパワーアップして、事実を突き止めずには折れない人間に、進化してしまったのだ。それに一役買ったのが、年中有休みの高齢者であり、一般世間で何かと評判の悪い団塊世代の、不必要な理屈っぽさである。彼らは暇に明かせて、ガセが氾濫して樹海のようだった偽ユダヤ氏と偽キムチ氏の解明という、前人未到の快挙を成し遂げてしまった。年金受給が絶望的な若者は、彼らを年金泥棒と見るが、彼らの功績は年金どころの騒ぎではなく、偽ユダヤのメロン無第三次世界大戦をほぼ阻止し、返す刀で連中の米蔵に向かっているのであり、ちまちまとした年金を当てにする老後などとは違う、老若男女が等しくのんびりと暮らせる社会構築に、邁進しているのであり、政治家がどうだ官僚がどうだという次元を飛び越えて、古くて新しい文明を、日夜切り開いているのだ。それが巡り巡って、次世代リーダーの中国やロシアに力を与え、長らく続いた米英時代を終わらせる葛藤が、現在の混乱の正体だ。風俗店の売上集金人のようなヒラリーが、日本でも中国でも借金というかカツアゲを断られ、その腹いせに乱暴なことをしたようだが、自転車操業がうまくいかなくなってきた証拠である。年中の射程である韓国が、ヒステリックに日本を誹謗中傷してくるのも、焦りの表れである。相変わらず11年もしつこく生き延びているが、911は年中の葬式の前夜祭だったということであり、本番はもうすぐである。そしてそれは人類にとって、リオのカーニバルの始まりである。